ちょっとくすみを飛ばして明るさを出したいところに使っていきます。かわいい。コンシーラーって感じがない。もうリキッドファンデーション感覚で使えますね。はい、こんばんは、愛香です。今日はですね、最近の購入品をメインに使ってフルメイクしていきたいと思います。もちろん主役はね、お揃いにしていただいた方も多いメイクアップフォーエバーの愛香セレクトパレット2023です。こちらの使い方、インスタライブで愛香さんにレクチャーしていただいたんですが、そちらを元にライブの時とは少し違ったメイクにしていきますので、ぜひぜひ参考にしてもらえたらと思います。それでは早速メイクスタート。はい、それでは早速メイクしていきたいと思います。まず日焼け止めですね。いろいろ買ったのでちょっと迷ったんですが、今日はクレドポーボーテのクレーム UVN 使っていきます。テクスチャーはこんな感じ。指がね、もう絶賛ひび割れで悲惨なことになってるので、今日は日焼け止めもスポンジでつけていきます。あんまりね、なんか素手で今化粧品が触れない感じですね。この日焼け止めはね、もうさすがクレドポっていう感じで、本当に使用感申し分ないですし、ちょっとツヤっとした仕上がりになってくれて、もうスキンケアのクリームを使っているような感触です。一応顔体用っていう風にはなってるんですが、もうもったいないので顔用として使っていく予定です。仕上がりはこんな感じで、カバー力とかカラー補正効果っていうのは特にないかなと思います。じゃあ次に下地ですね。ギランの3月にリニューアルするパリュールゴールドの24金のジェルっぽい下地使っていきます。もうすごい垂れてるのがわかるよね。すごく緩いです。これはね、日焼け止め効果ないので下に日焼け止め必須ですね。もしくは上からね、日焼け止め効果のあるファンデーションとか、日焼け止めのね、パウダーとかを重ねてあげてください。これも本当に感触みずみずしくって、今のところメイクしてる感全然ないですね。で、24金のね、粒が入ってくれているんですが、ラメを散りばめたようなキラキラ感っていうのはもちろんなくって、程よくこちらもね、ツヤと明るさを出してくれながら、ファンデーションのね、密着力を上げてくれます。このあたりでゲランのスーパーリップですね、リップトリートメントを塗っておきます。ちょっとたっぷりめに、口紅塗るときにペタペタするようだったらティッシュで押さえるようにします。これはね、メイク前に仕込んでおくのがおすすめ。はい、そしたらファンデーションですね。今日はジバンシーのリニューアルしたコンシーラーとカラーコントロールタイプのコンシーラーのブルーを使っていきます。でもちろんこちらはね、部分的に使うこともできるんですが、ファンデーションと混ぜて使ったりすることもできます。そしてこちらのコンシーラー、私が買ったのは N95 番というカラーなんですが、これもコンシーラーとしてだけじゃなくって、ファンシーラーのように全顔使うこともできます。まあ、いろんなね、使い方ができるこの2つのアイテムでベースを仕上げていこうと思うんですが、まずプリズムリーブルスキンケアリングコレクターのブルー、これを額とかですね、鼻筋とかちょっとくすみを飛ばして明るさを出したいところに使っていきます。結構私口周りとかくすんでいるので、こういうとこにほら、なんかもうすでに透明感出てるの分かります。テスター触れる機会があったらね、手の甲にちょっと出して伸ばしてみてほしいんですけど、最初出すとしっかり水色だから大丈夫かなって心配になるんですけど、伸ばすとね、すっごい透明感が出てくれるんですよ。こんな感じで結構トーンアップしたの分かりますか。でここにスキンケアリングコンシーラー重ねていきます。ちょっとここから乗せてみようかな。これもさらっと伸びがいいんですけど、カバー力しっかりあります。これをね、今日はできるだけ薄く伸ばして、カバー力足りないところはメイクアップフォーエバーのファンデーションを使っていきます。で今結構顔面明るめに仕上がっていると思うんですが、コントはして首とのね、境目はぼかします。こっちにも本当にさっきね、右に乗せたぐらいの量で十分半眼仕上げることができます。本当コンシーラーって感じがない。もうリキッドファンデーション感覚で使えますね。そう思うとファンデーション、私みたいにワンシーズンでいろいろ使い分けるっていう人だと使い切れなかったりすると思うので、このコンシーラーサイズだったら使い切りやすいっていうメリットもありますよね。仕上がりはこんな感じです。はい、そうしたらカバー力アップさせたいとこに少し重ねてコンシーラーブラシでなじませていきます。うん、結構カバー力アップしたんじゃないかな。はい、そしたらここにメイクアップフォーエバーの HD スキンマットベルベットコンパクト、これでカバー力をアップさせつつ、フェイスパウダー的にこれをね、使っていきたいと思います。まずね、眉これから描くのでパウダーで押さえた方がいいかなと思うので、眉とあとはコンシーラー多めに重ねたあざ部分ですね。であとは余ったお粉でススーっと、やっぱこれ重ねるとエフェクトかけたっぽくスルッと仕上がりますね。じゃあ次、眉ですね。ジバンシーのミスターアイブロウペンシルの02番使っていきます。
やっぱね、相変わらずジバンシーのペンシルはね、書き心地がいいですね。ディオールの削り出しのアイブロウもそうなんですが、もうペンシルなんですけど、中はパウダーのアイブロウを固めているような感じ。なので、すごくお肌に密着してくれるんですよね。これのね、リニューアル前のペンシルを私は本当に動画でよく使っていて、手元にあるとね、そればっかり動画で使っちゃうから、あえてお直し用のポーチに移動させて、動画で使わないようにしばらく封印していたんですが、気がついたらリニューアルしていたので久しぶりに新調してみました。はい、こんな感じで全体を描いて、エトゥセのアイブロウマスカラ、今日は04番を使っていきます。ちょっとグレイッシュなカラーなんですけど、まあ、モーブ的な感じで使えますね。ここに DM クルールのカラーブレンドアイブロウマルチパレット、これをブラウン始まりの半時計回りで取って、濃くのせたいところから眉頭に、濃くのせたいところから眉頭に、こんな感じ。そしたらシェーディングですね。これは相変わらずなんですが、エチュードのコントアパウダーのクリエイター。これをフェイスライン。そしてノーズシャドウ。はい、そしたらですね、ハイライト代わりにポーラ BA の粉、限定のピンクガーベラですね。これを少し重ねて明るさを出していきます。顔の中心を軽く押さえるイメージ。はい、そしたらアイシャドウとチークはメイクアップフォーエバーのアイカセレクトパレット2023を使っていきます。じゃあまず I528 のカラーを242番ブラシで眉下からですね、磨くような感じで入れていきます。ここですね。そうするとそのまま見ると白っぽいんですが、少し黄み感のあるピンクのツヤが出てくれます。かわいい。次に D716 番ですね、アイホール全体にのせていきます。この D がねついている色番のカラーはダイヤモンドということで、もうキラッキラでこんな感じですね。ザクザクしたねラメが好きな人におすすめのシリーズです。これをアイホール全体に入れて、次にこちらのマットカラーですね、 M536 のカラーを236番ブラシ、これを使ってクリースのところですね、ここにグリグリと入れていきます。このブラシがね、このマットカラーのせるのに最適って感じ。クリース部分にねマットカラーのせる人、私もさっきノーズシャドウからこの辺りまでちょっと入れたんですが、こういうカラー使う人はこのブラシあるとこうふわっとねのせつつも、何度か重ねるとどんどん深みが出るような感じで色をのせられるんじゃないかなと思います。目元に奥行きができたと思いませんか。ちょっとこれを216番ブラシにとって下まぶたにも入れていきます。で、目頭側はさっきの D716、 そして D652 のカラーをさっき下まぶたに使ったブラシより少し大きめの218番ブラシ、これで目尻からですね二重に重ねていきます。これもすっごいキラキラのカラーなんですよ。こういう一見ねベーシックなベージュっぽく見えるパレットって、結構締め色がグレイッシュだったりとか濃いめのマットカラーだったりして持て余しちゃうことが多いような気がするんですよ。なのであえてこの締め色もザクザクとしたラメの入った他のシーンでも使えそうなカラーにしてもらいました。でちょっと縦幅出しながらぼかしていきます。そしたらアクアレジストカラーペンシルの7番ですね、パキッとねポイントになってくれそうなカラー、これを目尻にちょちょっと足していきます。こんな感じ、ラインを引いて跳ね上げたところ綺麗にライン整えたいときは208のブラシでシュッとしてあげると、細くね引き抜いたようなラインに仕上げることができます。はい、そしたら目頭側ですね、まつげの隙間埋めながらギリギリまでラインを引きたいので、この前購入特典にもしていただいたアクアレジストグラフィックペンの01番ですね、これのねハーフサイズがクーポンコードアイカでもらえるようにしてもらってたんですが、それのこのフルサイズというか現品サイズですね、さっきのグリーンとつなげる感じで目頭にラインを入れます。そうしたら配信ではねチークに重ねて使ったこちらのスターリットパウダーの5番、これを242番ブラシでまぶたの中央に重ねていきます。そうするとこんな感じ、ちょっとピンク味が足されてパレット単体で使う時と違った雰囲気を楽しむことができます。そうしたらチーク重ねていきます。
チークが208番のカラーですね。可愛らしいピーチピンクみたいなカラーなんですが、例えばあちょっと濃く入りすぎちゃったなっていう時はアイシャドウのこのカラー、これを重ねてあげてこうシェーディングとなじませるような感じにしてあげるといいかなと思います。こんな感じ。ここに再度ね、このスターリットパウダーの5番、これを140番ブラシにとって磨くように重ねていきます。そうすると黄み感のあるこうピンク系のチークだったのが少し青みピンクとツヤが足されて、最近のねチークっぽい色味とこのハイライトの代わりになるようなツヤ感がプラスされます。ちょっと後回しになっていたマスカラですね。今日はデイジークのブラックを使っていきます。この目元で明るめのブラウンのマスカラとかを使ってあげるとより夏っぽく仕上がるかなと思います。こんな感じで、最後ちょっとこの辺りのカラーを眉に重ねておきます。最後リップですね。まずゲランのリップライナーの44番、これをぐるーっと使って、で今日はマキシマイザーの024番使います。じゃあ最後にジバンシーのプリズムリーブルプレップ&セットグロウミストを重ねていきます。これはセッティングミストなんですが日焼け止め効果もあります。まずよく振ってふわっと、ですごく細かいミストです。メイクをしっかりセットしつつツヤもね出してくれるようなタイプのミストです。こんな感じで最近の購入品をメインに使ったメイク完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回は最近の購入品をメインに使ってメイクしてみました。ザ・春メイクっていう感じではないんですけど、ツヤ感でねメリハリを出しながら目元とチークをね少しリンクさせて口紅のカラーで全体を引き締めてみました。皆さんは最近購入して気に入ってねいっぱい使っているアイテムありますか？あればねぜひコメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。